ワイオミング州、コロラド州、サウスダコタ州、ネブラスカ州、プラット川、流域プラット川は、アメリカ合衆国のネブラスカ州を流れる川、ミズーリ川の支流。全長は499キロメートルに及び、流域は、ネブラスカ州のグレートプレーンズ大平原の大部分と、コロラド州、ワイオミング州のロッキー山脈東部を含む。船の航行は、不可能であるが、西部に向かうルートを与え、 アメリカの西方拡大にとって非常に意味のあった川である。ネブラスカ州ノースプラットの東で、ロッキー山脈東部から流れてくるサウスプラット川とノースプラット川が合流してプラット川となる。南東向きから北東向きへと大きな弧を描いて砂丘地帯の南部を流れ、ゴセンバーグ、コザド、カーニー、グランドアイランドを経由する。 コロンバスの南東を8キロメートルでループ川を合わせ、それから東へ流れ、フリーモントで南に転じ、オマハシの南を通って、プラッツマウスの8キロメートル北でミズーリ川に合流する。プラット川の流域は、クレートプレーンズの中でも最も乾燥した地域の一つである。そのため北アメリカの同じような長さの川と比べると流量が少ない。ネブラスカ州西部では、 プラット川の土手と川床は北アメリカの他の乾燥した地域の中で緑のオアシスを作り出し渡りをする水鳥が立ち寄る場所になっている。プラット川は土地の漁師により利用されアメリカの西部へ拡大の歴史においても重要な役割を果たしていく。この川は開拓者に淡水、獲物、西部への明確な道を与えてきた。 ヨーロッパ人による探索は1714年のフランス人による探検が最初である。そしてネイティブアメリカンの言葉で平らな水面を意味するネブラスカと名付けられ、その後に平らという意味のフランス語のプラットに変わる。この川はフランスによるネイティブアメリカンとの間の毛皮交易での重要なルートとなっていった。プラット川流域は グレートプレーンズ一帯におけるスペインとフランスの両国が領有権を主張する曖昧な領域であった。黒人の探検家、ジョセフ・ナランホはプラット川に到達し、後にフランス領の拡大を止めるためにスペイン軍の探検隊をそこへ案内した。この体験はスペインによる中央平原の探検で最も奥まで行ったものとなった。 1803年のルージアナ購入で、この地はアメリカ領となり、1820年にスティーブン・ロングが探検を行い地図が作成された。19世紀に入り、アメリカ西部へ開拓の移民が始まると、プラット川沿いから西へ伸びる馬車による移動ルートのオレゴントレールとモルモントレールが築かれた。1860年代には、プラット川及びノースプラット川は、 馬による郵便サービスであるポニーエクスプレスのルートともなったが、後に最初の大陸横断鉄道であるユニオンパシフィック鉄道が付設され、鉄道による輸送に移行していく。20世紀にはリンカーンハイウェイのルートとして使われ、現在の週間高速道路80号線となった。ありがとうございます。